You're a world champion. How does it feel? I feel amazing. I'm so grateful. Thank you for my family, my friends, my teammates, the people who supported me. Thank you. Talk us about the final. You finished it very quickly, and everyone was expected that you would be the world champion. How was the final? I know. Yes, it was so excited. It was so excited. Can you say that the same in Japanese, please? すごく決勝楽しんで決勝戦を戦うことができました。楽しんで戦えたという一番の要因は何だったんでしょうか。本当に、まあ、17歳って言って若いって言われるんですけど、本当に今までレスリングにかけてきた思いだったりとか、本当にレスリングにのことを考えてきた時間っていうのは本当に劣ってないなっていうふうに思ってて、本当にそうですね、自信持って戦えたってことが一番の要因かなと思います。昨日今日の試合を全部振り返っていただいて、一番印象に残っている試合というのはどの試合ですか。本当に全部印象に残ってて、すごく本当に満員室だったりとか、こういうのを初めての経験で、すごく元の試合もすごく印象に残ってるんですけど、本当にこの舞台で戦えるっていうのがすごい幸せなことだなと、またこの舞台でっていうか何回もこの舞台で戦って勝っていきたいなというふうに強く思いました。決勝戦も無失点ということで、今回完全優勝だったと思うんですけども、その件に関してはいかがですか。無失点っていうのはあまり自分は意識してなくて、自分から攻めることを意識してやった結果がこの結果につながったかなと思います。今回結局一回もこのあれですか、緊張とかそういったことはなく、プレッシャーというのはなかったんですか。そうですね、やっぱり、まあ、プレッシャーというか、今まで53キロ級の人は世界選手権で何度も優勝してきているので、その階級に出場する人として絶対に勝たないといけないという責任は感じてましたけど、その変な緊張というのはなかったです。こちらに来るときに、周りの方々からどんなアドバイスや激励をもらってこちらに来ましたか。そうですね、本当にいろんな方がメッセージくれて、本当に自分はたくさんの人に応援されてるなっていうのをすごく感じて、みんな本当に自信持って戦っておいでっていう風に、楽しんでおいでっていう風に送り出してくれて本当に良かったですし、今度は本当にみんなに生で見て試合を見てもらいたいなというふうに思いました。今この喜びを日本で待ってる誰に一番伝えたいと思いますか。お父さん、お母さん、お兄ちゃんはやっぱり一番そばで応援してくれた、してくれましたし、地元のいなべのいつも練習してくれてるみんなに本当に金メダル取れたよというふうに伝えたいです。今まだ高校生ですけども、クラスメートにはどんなふうに伝えたいですか。決勝前にみんな頑張れというふうにみんなで撮った動画を他人の先生から送ってもらって、本当に嬉しくて、みんな応援してくれてるんだな、絶対勝たなきゃなというふうに思いました。わかりました。今東京オリンピックではこの階級で向田真優選手が金メダルを取りましたけども、はい、同じ階級ですけども、今後はどんな展開になってくると思いますか。はい、向田選手強くて、自分が小さい時から本当に憧れの選手、強い選手なんですけど、パリに行くのは絶対にパリは自分が行くっていう強い気持ちを持って、戦う時が来た時は必ず勝ちたいと思います。この次の大会出場予定なんかってのもう決めていますか。天皇杯だと思います。わかりました。他に質問ございますか。 Before the World Championships,You said you were not very nervous, you're excited to wrestle. How was the experience to wrestle at a world championship at the senior level? そうですね。You can speak Japanese, it's okay. すごくレベル、
が高いっていうのは分かってたんですけど、その中でも結構自分のレスリングができたのでとても自信になりました。 Are you a student in Japan? Yes. How you might combination this sport and studying at the same time? Has to be very hard. Yes, it was very hard, but I always want to be a number one in wrestling in school. Wow. Yes, so I always do my best. Yes.Thank you. Congratulations. Thank you. I have a question. Yes. Many people are thinking wrestling is a most masculine sport, men's sport. What do you think about that? What do you think about that? Can you say it another way? Many people thinking wrestling is men's sport, masculine. Ah, yes, what yes. do you think? I don't think so. Men? Yeah. I don't think so. Women are very strong. Thank you. Yes.